SR-10SR-10 SR は、ロシア連邦の航空機メーカーである、キロバイトサットが自主開発した練習機である。SATSR-10MAX2007 で展示された、モックアップキロバイトサットは、単発ジェット練習機、スポーツ機である SR-10 の開発を2007年より開始し、2009年8月に、ジューコフスキーで開催された。 マックスにモックアップを展示した。試作機は2015年12月25日に初飛行し、1回目に40分、2回目に20分、飛行した。SR-10 はロシア空軍に初等練習機として提案されたが、ヤコブレフが開発した約 -152 が選定されて、先行より漏れている。そのため約 -152 と、 約 -130 の間を埋める中東練習機として売り込みが続けられた。2014年4月、草案がロシア国防省の会議で検討され、国防大臣の承認を受け、空軍の参加を含むいくつかの試作機の製造設のための組織が準備された。2015年9月には、ロシア国防省向けに16機以上を生産するとの報道された。 2016年5月には国防省の代表者と合意したプログラムに従って約30回の試験飛行を経てモスクワのグロモフ飛行研究センターで予備試験が実施され2017年に国家共同試験を実施する決定が行われたその時点で供給は2018年が期待されていた計画では2016年後半に最初の最初の試作機の生産を開始しその後 第2試作機の生産が期待される。これらには、リャザン国家機器製造工場が開発した、グラスコックピットを装備されるがエンジンは AL、AL-25 トルコリラを装備し、GSI をパスする予定。しかし10月には、この計画は延期され、ロシア航空宇宙軍向けの最初の SR-10 訓練機は、2017年後半に生産される、計画となった。 同時に2020年までには約20機が試験用に配備される予定と報告された。2016年7月24日、SR-10 の購入契約はすでに準備されており合意の段階にあると報じられた。2017年7月に開催された MAX では SR-10 の実機が初公開された。MAX では素晴らしい飛行性能を実証し、 取り扱いやすさとシンプルさのために、ロシア空軍のパイロットから肯定的なコメントを受け取っていたが、その後すぐに設置された。2017年8月29日、生産の開始時期が2019年に再び延期されたことが報じられた。一方で、初期バッジは50機に増加していた。その後10月に、ロシア空軍は2018年に、 sr-10 を受領することが報告された。2018年2月15日、ミル・プレスは、ロシア軍のパイロットの訓練システムへの sr-10 の統合に関する作業はまだ実施されていないと報告した。22日には2018年末までに国家試験が開始されないと報道され、最終的に9月13日に資金割り当てがないことから中断されたことが、 確認された。これは2027年までの国家兵器計画の欠如に関連する財政難により、スモレンスク航空機工場での初期ロット3機における生産の組織化問題が当初の予定を妨げたことにある発行価格は約40億ルーブルだったという。スモレンスク航空機工場の関係者は4月13日に、組み立てが始まるまでにはかなり準備作業が必要で、 あると述べ、すべてがうまくいけば12営業日の条件のもと最初の機体を組み立てるのに約1年かかるだろうと指摘していた。ダゲスタン共和国の地方政府は SR-10 の部品の生産について議論した。機体は中翼式で近代的な複合材料を後半に使用し大幅に機体重量を軽減し、機体寿命を伸ばしている。 主翼には前に重度角度をつけた全複合材製の全身翼を用いるという珍しい形態となっている。全身翼の失速速度が遅いという特徴から6から 8G の最大過負荷で全ての極技飛行操縦を行うことができるようになる。機体制御は油圧によるサポート付きの機械式となっている。操縦席は通常の練習機と同じくタンデム式の複座である。 すべての高度と速度でパイロットの安全を確保するため、射出座席には00方式の K-93 から10を搭載している。軽機類は顧客の要望に応じて多機能ディスプレイに交換できる。エンジンは試作機には EU チェン個性の AI-25 トルコリラを搭載している。量産機のエンジンとして、 AL-55 や RD-2500、SM-100 のような候補があったが、AL-55 が装備される見込みである。しかし AL-55 エンジンの適用には、時間がかかるため、最初の機体には、国防省の在庫にある AL、AL-25 トルコリラが装備されることとなった。AL-55 については、設計局との間の事前協議を行い、 AL-55 を将来搭載できるとの結論に達しており、メーカー側も提供準備ができているとしている。内装する診断装置により整備なども容易であり、飛行時間あたりの運用コストは8000時間で2万5000ドルする約 -130 よりも1、3とされる。また、教育効果は東側諸国における主要な高等、ジェット練習機として運用されてきた。 L-39 よりも10%高いという。派生型として、K パトロール機や UAV 型が構想されている。無人型は AR-10 アーギュメントと呼ばれ、コックピットは廃止され代わりにエアインテークが設けられ、尾翼は V 字となっている。最大速度は時速 900km、航続距離が 最大 1600km、最大離陸重量は 3800kg、最高高度は 11000m、最高速度は時速 900km、着陸速度は時速 180km となっており、プラス9からマイナス 6G に耐えることができる。ハードポイントは2つで、空対空、空対地、空対艦ミサイルが装備可能と想定されている。自社資金による、 開発のため今のところ発注はないが、ロシア国防省では運用する150機の L-39 の近代化のための予算を再分配することを検討し、試験を実施した。仮に成功した場合には4機を購入する準備ができているとし、前述の通り50機の購入段階にまで至ったが、試験が停止していることなどから状況は不透明である。設計局では、 今後4年間で100機の軍用機としてのニーズがあると予測している。特に L-39 を運用する顧客からの関心を集めており、航空機の輸出ポテンシャルは200機と推定されている。出展、初言性能、ありがとうございます。